皆さんこんにちは。今回は滋賀県長浜市旧市街にある伝統的建造物群を生かした観光スポット黒壁スクエアにやってきました。黒壁ガラス館の建物は1900年に建築された第130国立銀行長浜支店の建築物です。その建築物は黒漆喰の様相から黒壁銀行の愛称で親しまれました。この愛称から黒壁スクエアという会社名になったみたいです。銀行の建物を利用した黒壁ガラス館とオルゴール館を見学してきました。撮影した当日は雪混じりのみぞれが降ったりして寒い日でしたが、駐車場には観光バスも2台止まっていて気軽に観光が楽しめるエリアです。私は京都へ初詣に行った帰り道に黒壁スクエアに寄りました。また駐車場は近くの豊国駐車場に車を止めました。公衆トイレは豊国駐車場近くとガラス管に綺麗な公衆トイレが完備していました。ここが約120年前の銀行の建物を利用した黒壁ガラス館です。黒壁ガラス館の中を撮影してきましたので見てください。1階ではガラス製のアクセサリーや生活用品などを中心に展示販売されています。後ほど2階に上がっていきますが、2階では世界中のガラス製品を中心に展示販売されています。平成元年にまちづくり運動として長浜の地に誕生した黒壁スクエアは、オープン当初は10万人ほどであった年間来街者も2022年には来街者数約155万人、累計来街者が5000万人を達成したみたいです。すごい人気です。黒壁ガラス館の2階に上がってきました。玄関上部が吹き抜けになっていますので、ここから1階の様子がよく見えます。世界中のガラス製品を中心に展示販売されてるみたいです。仮面が展示されていましたのでびっくりです。18世紀のイタリア・ベネチアでは豪華な衣装と仮面を身につけることでヒーローやヴィラン、怪盗、女王様などの素性を隠して交流する祭典が開催されていて、人々は窮屈な日常からの解放感を味わっていました。しかし、ベネチアの国家滅亡とともにカーニバルの歴史は一度途絶えました。その後20世紀後半にイベントとして復活し、現在では開催中の2週間で延べ約300万人もの参加者がいると言われています。これから黒壁スクエアオルゴール館に入っていきます。
オルゴール館の中ではオルゴールを中心に展示販売されています。オルゴールの起源は中世ヨーロッパ、教会の鐘を鳴らすことで人々に時刻を告げていた時代に遡ります。大小の鐘を紐で引っ張って鳴らしていたものを自動化したのがカリオンと呼ばれる自動演奏装置です。1381年、日本は室町時代です。1381年、ブリュッセルで聖ニコラス教会に設置されたものが初めてのカリオンと伝えられています。このカリオンがオルゴールの起源と言われます。オルゴールが全盛期を迎えると同時期の1877年、エジソンが蓄音機を発明しました。1910年頃には蓄音機が普及し、オルゴールは衰退期に入ります。自動演奏ピアノやストリートオルガンは庶民の間でも人気があったようですが、1920年頃にはほとんどのオルゴールメーカーがなくなり、残念ですがオルゴールは一旦その歴史に幕を閉じます。日本にオルゴールが伝わったのは1852年、オランダ人により持ち込まれたと言われています。オルゴールは日本独自の呼び名で、オランダ語でオルガンを意味するオルゲルがなまってオルゴールになったという説もあります。滋賀県長浜市旧市街にある伝統的建造物群を生かした観光スポット黒壁スクエアにやってきました。銀行の建物を利用した黒壁ガラス館とオルゴール館を見学してきました。撮影した当日は雪混じりのみぞれが降ったりして寒い日でしたが、駐車場には観光バスも2台止まっていて、気軽に観光が楽しめるエリアです。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。